しっかり守りきりたいですね。という返事、ゴールキーパーいません。さあ、ここはうまくアースフレンズのボールで再開です。さあ、19番澤田が決めます。ですね、28番の中田亮雅が2分間の対象となりました。1点まず返す、一番新鮮。ここはさあ清水がいった。さあ、ここは決め切ることができません。また清水がボールを持って澤田が回す、決まった。そして13番林、しかしここはゴールキーパー止めています。清水、これで30点目。通常でいけば清水くんですかね、1番の清水くんに打たせると思いますけど、真ん中にいます。走って、ここは2番入った。しかし低いのボール、エッティゴールが決まる。残り1秒で決めたのは福井富士ブルーサンダー。さあ、会場内非常に盛り上がっています。